はい、皆さんこんにちは。ハイポネクス服部です。今日はですね、こちらのサンセベリアという植物なんですけれど、空気洗浄効果であったりとかね、あとマイナスイオンの発生が非常にね多いということで人気が高まっております、観葉植物になります。こちらをご紹介していきたいと思います。サンセベリアはアフリカからアジアの熱帯地方にね、生息しておりますキジカクシ科の宿根草になります。で、日本でもね昔からよく目にしておりましたけれど、一度ね人気がねなくなりましてね、ほとんど見る機会がなくなった時期があるんですよね。で、その後ですね、今から15年から20年ぐらい前だと思うんですけれど、 NASA がね、置くだけで空気がどんどんきれいになる空気洗浄効果、そういうのがねあるよということを発表して、また日本でも、マイナスイオンがたくさん出るであったりとか、あとね金運が上がるというね、そういったキャッチフレーズがつきまして、またね非常に人気が高くなって再ブレイクした植物なんです。ここ最近ではこの店頭で扱われるねサンセベリアの種類も非常に増えましてね、このように棒状になりますようなスタッキーであったりとか、この螺旋状にね、巻いてるようなハニー、またそれの金色タイプのゴールデンハニー、また葉っぱが大きくてねこんなでかいやつね、こういったようなグランディスなんかも非常に人気が高くなっております。その中でもね私たちが一番目に、しておりまして、古くから馴染みがあるのがこちらになります。これねローレンティという種類なんですけれど、虎の尾とも呼ばれておりまして、日本ではね和名がチトセランというような呼び方もしております。でこれはね夏から秋にかけて白い大変香りのいいお花を咲かせてくれるんです。このサンセベリアは耐陰性が非常に強いのでね、日の当たらない屋外でも管理をすることができます。ただしね明るい室内の方がより健全にこの植物が育ってくれます。でただねあんまり強い直射日光がいきなり当たりますと葉焼けを起こしやすいですので、室内に置かれる場合にはレースのカーテン越し、もしくは明るい室内、そんなところで置いていただければいいと思います。また屋外で管理をする場合にはね11月の中旬以降には室内に取り込んでいただきまして管理をしてください。やはりね屋外で置く場合もあまり強い日光が当たりますと葉焼けが起こりやすくなりますので、建物のね影の明るい日陰であったり木の下なんかで置いていただいた方がいいかと思います。次に水やりですけれど、このサンセベリアに関してはねあまりたくさん水をあげすぎると根腐れを起こして失敗することがあるんですよね。ですから春から秋にかけて暖かい時には、土がしっかりと乾いたらざーっと水をあげていただいて、下の穴から水をね出すぐらいあげていただいても結構なんです。ただしお皿を使う場合には絶対にお皿に水をためないでください。また冬場はねこのサンセベリアはお休み休眠いたしますので、ほとんど水をあげなくて結構です。例えばね土がカラカラに乾いてこのサンセベリアにちょっとシワが出てくるようなことがあれば、土が湿る程度軽く水を与えてください。また霧吹きでね葉っぱに水をあげていただくことによりまして、葉っぱの汚れを取っていただいたりとかね、あと肌に予防にもなりますので、時々ね霧吹きで葉っぱに水をかける葉水をしてあげてください。次にねこのサンセベリアを健全にね丈夫に育てていく活力液や肥料のお話なんですが、まずね活力液はねこちらをおすすめしたいと思います。これがハイポネクスの速効スプレー液になります。であまりね水をあげるとねこれはあまり具合が良くなくなる植物ですので、ですからこのね水やりに時にあげるものよりもこの、葉っぱに直接かけるものの方が効果的なんですね。でこちらのハイポネクス速効スプレーを1週間から10日に一度葉っぱにしっかりとかけてあげてください。そうするとね葉っぱが色もすごく良くなりますし、ツヤツヤになってまいります。次に肥料ですけれど、プロミックの観葉植物用を使っていただくといいと思います。でこちらはね、この裏を見ていただきますと鉢のサイズに合わせて何錠使えばいいかというのが書いてありますので、これをね2ヶ月に1回あげていただきます。ただし冬の休眠期ですね、人間が寒いと感じられるような時期には肥料は取ってあげてください。肥料を与えますとね声やけの原因となります。植え替え植え付けは5月の中旬から8月ぐらいが最適になります。その時に使う用途なんですけれど、水はけが非常にいいね
多肉植物専用の土、それからサンセベリアの土というのもあります。こういったのをお使いいただくといいんですけれど、このねハイポネクスから出ております木から生まれた土というのもね非常にいいんですよね。でこれはね杉の端材をね粉砕いたしまして、それを特殊な、まあ、加工をね施したものとなるんですけれど、杉のね、繊維というのは非常に硬いんです。ですからね常に土の中には空気が通る環境になりますので、この木から生まれた土を使っていただくのがよろしいですよね。でこれはですね、まあ、堆肥化しにくい、まあ、土ということで、まあ、匂いとか虫が湧きにくい環境となりますのでね、こういった木から生まれた土も使っていただくのもよろしいかと思います。で根がねしっかりと詰まってきてね、横からこう芽がいっぱい出てきて、この鉢がパンパンになりましたら、はい、ポットから抜いていただいてね、一回り大きな鉢に植え替えをしていただきます。でその際ねあまり大きな鉢を使いすぎますとね、土の量が多くて逆に水をあげますと、根腐れの原因になりますのでね、まあ、鉢は徐々に大きくしていくように心がけてください。根っこがあまり出ていないような裸苗を使われる場合には、植え付けてしばらく水やりを控えていただいてね、根が見えてきてから水やりをしていただければいいかと思います。その際はリキダスの洗培液です。はい、こちらになります。これのね5リットルのお水にキャップ4分の1ぐらい入れていただきまして、根が見え始めた頃に1回水をしっかりあげていただく、まあ、そんな感じでねやっていただきますと根がより早く大きくなってきます。次に増やし方なんですけれど、あまりね鉢を大きくしたくないという場合には、ポットから抜いていただいて土を丁寧に下ろしますとね、まあ、あの中にこういうふうにつながってるんですよね。でそのつながってる部分を清潔なハサミで切り分けていただいて、一つ一つの苗として植え付けていただければよろしいです。またですね根腐れを起こして下からぐちょぐちょしてきた場合、そういった場合にはこのまだ健康な部分の先端をね残していただいて、まあ、ハサミ清潔なハサミとかねカッターナイフで斜めに切っていただきます。サクッと切っていただく、それで切り口をね乾かしていただいて土に刺していただく、まあそれはね水をちょっと切らしてやっていただくんですけれど、乾いた土に刺していただく、もしくは逆にね切った部分を水にこういうふうにつけて水出しをしておきますと根っこが出てきますので、それから植え替え植え付けをしていただいてもよろしいかと思います。で貝殻虫とかがね湧くことがありますので、貝殻虫はまだ柔らかいうちに濡れティッシュなどで拭き取ってあげてください。まあ、お部屋のね空気の洗浄であったりとか、あとマイナスイオン発生ということでね、科学的にも証明されましたこちらのサンセベリア、ぜひね、まあ、最近では非常にいろんな品種も出ておりますので、お部屋でね楽しんでみてください。